ということで最終日テンパウンドさんです。今日はですね、はい、この天気ドピー感、はい、ちょっと自分の時間があるので今日こそは、大物だったり、おしょろこまだったり釣らせていただきたいと思います。はい、ただ今日飛行機があるの関係で2時間ぐらいですかね。釣りの時間は約2時間、はい、ゴーゴージュニアと60のスリムで、トルザイトで、はい、ここでネットをお借りします。ネット無料でございます。はい、ネットを、はい、お借りしまして、このまま進みたい。はい、ここは餌釣りでございます。ヤマメばっかり入ってんのかな。5月はヤマメばっかりでしたね。ものすごい人気みたいですね、ここは。この餌釣りエリアは。さて、何人いらっしゃいますか。一応オーナーは今あそこで作業なさってるみたいなんで、はい、おしょろこまはこの手前の池、大物は奥の池がいいみたいです。2時間しかないですからね、どうにかしたいっすよね。まだ日陰なんでちょっとチャンスかなと思いますね。やっぱ日陰のがいいので。ただいきなりちょっと大物向こう行くのもいいかなと。私しかいなければ多分すごい期待できますね。今日も何人かの方がいらっしゃるって、まあ2時間だけなんですけどおっしゃってたんで、そうなるとですね、ちょっと自分の釣ってる時間はほとんどなくなるので、ちゃちゃっと行きたいですね。ちゃちゃっと、はい、気持ちいいでしょ。見てください、このこれが北海道でっかい道ですよ。今北海道でっかい道とか言わないのかな。もう大自然ですよ。クラブハウスはめっちゃ綺麗だしね。もう関東に持ってきてもあのクラブハウスは多分トップクラスの綺麗さですね。はい、ナマステー。はい、っていうことで、はい、一応ですね、はい、大物池のすぐ入り口ですねのいつも入らない森側、はい、今日陰だったのでちょっとこっち側に入りましたらやっぱり来ましたね。キメラ 0.5 ですね。はい、シェイキングだとあまりトップで今日は出てこないんですね。でシェイキングした後に巻きフォールしてたら、うわ、なんか向こうで跳ねた。ドカーンと出てきましたね。はい、でもここ多分、大物池のアウトレットになると思います。なんか跳ねてるな、なんでだろうこれ。周りでバンバン魚が跳ね出したぞ。これね、大きいんですよ、本当は。でもネットがね、すごいでかいんですよね。これ、見えます？この尾びれ。半端ない尾びれなんですよ、これ。太鼓ぐらいあるんですよ、尾びれが。太鼓殿下ですよ、もう。軍師ですよ、軍師。はい、ちょっとその後ちっちゃいのが多くてですね、あとカメラの調子がちょっと悪くて、今度は、大きいのが釣れた感じはします。はい。ちょっと近くの自衛隊の飛行機がうるさいんですけど、聞こえてますでしょうか皆様。はい、いやー、クラブハウス素晴らしい。別荘に欲しいっすね。はい、スリムですね。60ジュニアスリムフィールですね。はい、来た。結構でかい。もう2年間おしょろこま釣ってないですからね。おしょろこまがどんなものかも忘れちゃったわ。ほら、でかいっしょ。ほんとこれネットがでかいからね。いい感じですね。はい、やっぱり、今そっち日向でこっち日陰で、日陰の部分にやっぱり魚集まってきますね。いいと思います。今日は本当に表層で全く出なくてですね、はい、シェイキング1メートルぐらいとかちょっとやってからも超激遅巻きフォールですね。
まあ、ボトムスレスレ、ボトムまで行っちゃうと多分藻があるので、そんなにちょっとルアーを見失っちゃう可能性があるんですけど、まあ、その上をこうトレースする感じですかね。はい、ちょっとだからテクニック的にはちょっといるかなっていう感じですが、今度はこっち側からそのインレットを狙って表層シェイクで出てきましたね。でも稀ですね、今日はやっぱり表層シェイクじゃあんまり出てこないですね。やっぱ表層シェイクで出てくると気持ちいいですね。下からドガーンと空洞が見えるので、バイトシーンが見えるのは楽しいです。下からガーンって出てくるのはやっぱこのサイズになっちゃうんですよね。このサイズっつっても30センチぐらいあるんですけど、ね、よいしょ。10パウンドパワー、10パウンドパワーですね。これがトルザイと曲がっております。いいっすね。今日もボコボコですね。今日はさあそろそろ講習ですかね。ドカーン、10パウンドフィッシュ。で普通指がつっちゃうんですけどね。でしょ、はい、今言った通りになりましたよね。ああいう境目が重要で、だから波の変化とか、これ風で波が立ってるんですけど、波の変化とか、あと日陰日向は常に見とくべきなんですよね。で本当に日陰と日向があるエリアを見てると、日陰の通りに魚が溜まってるのが見えるんです、わかるんですよ。それだけ日陰に魚が来るので、そうですね、こうなったら次の方がここに投げればいいんですね。でまた次の方がピックアップするまで、次の方がずっとこうやってチャバチャバやってればずっとマスボールができてるんで、2人で釣ってるとずっと活性がいいままなんです。そう、本当は今投げてもらった方がいいんですね。これチャバチャバしてるのが多分ペレットを投げて魚が集まってる的な音になってるんですね。だから本当はあんまりやりたくないですけど、こうやってちょっと魚を暴れさすっていうのが重要なんですね。尻尾だけ入れて暴れさすっていうのはすごく重要な技なんですね。すぐポン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 入れないで、それで魚を集めちゃうんです。いきます。じゃあちょっと稲田さん、時間がないのでどんどん投げてください。言った通りになるでしょ。そうなんですよ。だから皆さん考えるのは、ラインの張りと、あと人差し指の位置、ロッドの角度ですね。やっぱり人差し指に乗っけないと、小さなバイトがわからないんですよ。ものすごく可能性が高いんですよ。だから今多分釣れると思ったんですよね。今日まだ誰も投げてなかったので、でちょっと遊びで投げたらすぐ釣れちゃう。でっかいな。ちょっとネットがないのでリーサーでいきます。このサイズで、リーサー本当に便利で。